こんにちは、ドラム講師の堀谷亮太です。本日は質問いただきました。できたって何を基準にできたことにしてテンポを上げて練習すればいいんでしょうか。3分間止まらずにできたらとか、フォームも嫌いじゃないし完璧にしたいのでずっとテンポが上げられずに先に進めませんということなんですけど、まあ、これはね非常に重要な質問かなと思いますがね、そのできたという基準、まあ、これはどういう風な基準を持てばいいかというと、もうね人によって違うと思いますね、それはね。まあ、人によってはね、上達しやすい人がいたりとか、その本番に強い人っていうのはいたりとかすると思うんですけど、そういう人たちの共通点っていうのは、準備の質が高かったりとか、練習の質が高かったりするんですよね。どれぐらい練習したら本番で失敗をしないっていう自分なりの基準があったりとか、これぐらい練習したらもう一段階レベルが上がるっていう、その基準が見えてるんですよね、そういう人たちっていうのはね。じゃあどういう風にしてその基準を持てるようになるのか、こう質を高めれるのかというと、まあこれはねもうとにかくいろいろ経験して、質を上げていくしかないのかなと思いますかね。まあ例えばライブの時とか何度も何度も練習したはずなのに、まあ本番の時に頭真っ白になっちゃって全部飛んじゃって、まあ大失敗しちゃったりとか、まあ人前で喋る時とかもそうなんですけど、結構しっかりと原稿を用意して喋る練習もしたのに本番頭真っ白になってしまって人前で恥をかいてしまったみたいなっていうこととかも結構あったりとかするんですけど、これはねもう残念ながら練習が足りなかったりとか準備が足りなかったことが原因なんですよね。だから自分がこれぐらいでいけるやろって思ってた準備が足りなかったので本番頭真っ白になってしまったりとかするっていうことなので、もっと練習をする必要があるということですよね。でそれを積み重ねていってこれぐらい練習したから大丈夫やって思ったの で本番それが大成功したらそれが成功経験になるので、あこんだけ練習すれば自分はできるっていう基準になるんですよね、一つのね。だからそういう成功経験をどんどん繰り返して練習の質を上げていったりとか準備の質を上げていくっていうのが大事になっていくのかなと思います。だからまあこの質問の内容なんですけど、まあ3分間止まらずにできるようにするとか、口でカウントしながらできるようにするとか、左足でリズム取りながらできるようにするっていうのは、まあ一つの基準として定めて全然いいと思いますね。例えば僕の場合はルーティメンツの練習でも、まあアクセントの練習でも基本的に口でカウントが取れたらできたこととして基準にしてますかね。例えばこうアクセント練習でもそうなんですけど、まあ例えばを上げていくにはいろんなチェックポイントあるんですけど、まあ、ひとまず口でカウントできるようにする。みたいな感じで、まあ、口でカウントするっていうのは、まあ、僕の中でも一つの基準となってたりとかするし、まあ、ライブとかレコーディングの時とか譜面見ずにするような状況とかで何もない状態で頭の中だけで曲を流してそれでライブの一番始まり1曲目からラストまでを通せるようにするっていうのは自分の中の基準として練習したりはしますかね。だからバーンのタイミングとかね、そう、しまっていくぞバーンのタイミングとかもイメージで練習しますね。なんかそういう基本練習はやったりとかします。それで最初から最後まで詰まるところがないかで自分の中でできたら自分の中でこう基準として持つっていうのはやってますかね。テンポが上がらない時のその主な原因としては3つなのかなと思うんですけど、物理的なまずスピード、これはどういうテンポなのか、まあリズムパターンのテンポなのか高々のテンポなのかちょっとわからないんですけど、例えばこうシングルストローク高々のスピードやったら片手ずつのスピードをまず速くする、こうでそれをまあ合わせてるもの、高々自体のこの物理的なテンポを上げるっていうのがまず1個と、他のパーツが釣られていないかっていうのを確認する。だからまあ右手に対して左手が釣られている場合があるんですよね。例えばアップダウンを練習するときだけども、ここの動作に釣られて左手が釣られちゃったりとかっていうのはあるんで、だから右手の動作に釣られずに左手が弾ませられるかどうか、そうっていうのをまあ分離するっていう練習とか、あとまあリズムが細かくなりすぎてないか、まあ高々早いんですけど、まあ音符っていろんなまとまりがあるので、16ボンペやったら1拍に対して4発やし、32ボンペやったら1拍に対して8発、3連拍やったら1拍に対して3発なので、そのまとまりをちゃんと感じれるか、16拍やったら6連拍やったらこう、32ボンペやったらこう、
感じで、このまとまりをしっかりとこう取るっていうのが大事になってくるのかなと思いますかね。まあチェックポイントとしては、質問者の方みたいな感じで3分間止まらずにできるようにするっていうのを達成できたら、まあひとまずできたっていう基準にして、でそれで例えば本番を迎えたりとかした時にうまいこといった、こう成功した時に、まあ自分の中でもう完全にこれはできたっていうことにしていいっていう確証が持てるようになってくると思うんで、まあある程度ね、基準をいろいろ自分なりに決めて、でそれでまあいろいろチャレンジをして、で成功体験を積み重ねていくっていうやり方で、準備の質とか練習の質とかっていうのを上げていければいいんじゃないかなと思いますかね。はい、そんな感じで、本日もありがとうございました。さよなら。